こんにちは、ベンジです。グラビティデイズ2の続きをやっていきます。はい、王女の記憶ですね。あ、本を読む、だってこれは歴史の本かな。遠い昔、人々はやがて来る破滅から逃れるために上層を目指した。それは何世代にもわたる危険な旅であった。過酷な試練を乗り越え、上層にたどり着いた者たちが作り上げた町、それが現在のエトである。エトっていうんだ。私たちの祖先は苦労したんだね。キトゥンはガチモンの王女だったってことだよね。昨日の日記には何を書いたっけ。今日も謁見で話を聞くだけの退屈な一日だった。部屋に戻っても何もすることがない。わお、きついね。足遅っ。こっちですか。アロハ様、何かご用事でも、お早めにお済ませください。え？言っちゃダメ？あの人だよね。外出れるかな？ダメです。この走り方かわいいな。どうですか？あ、全部同じ人。この先には何もありません。お気になされませんように。あっちか、こっちは。いやー、どこだろう。いやー、この足遅いからね、道間違えたくないよね。まあいいや。なんだ、一見これこれこれ。まあいいや。アルファ様、お体の具合はいかがですか。ありがとう。あなたは確かキセロです。元老院の長を務めております。ララ。キセロ。そう、キセロね。ごめんなさい、私。いえ、そのようなことで気を病まれずに。ご病気のせいで記憶が混乱しているのです。仕方がありません。病気？うん、そうだね。何？私の顔に何かついてる？いえいえ、アロハ様のお顔の色が良くて安心いたしました。お呼び止めして申し訳ございませんでした。ご公務のお時間でしたね。そうだった、急がなくちゃ。なんだかまだ夢の続きのような不安な感じ。私は病気なんだ。なるほどね。こっちじゃなくて今までが夢だったっていう感覚ね。ドゥーバー、扉を開けよう。わあ、綺麗。このスカーフいいね。なんかすごいうねうねしてる。玉座にね。さあ、どんなつまんねえ話が始まるんだ。来た。まあいいや。アルハ様、ご体調はいかがでございますか。100年のご不在、突然のご帰還、ご体調を崩されるのも無理はありません。なんだか頭がぼーっとするけれど、体調は普通よ。おお、そうですか。それを聞いて安心いたしました。本日はアルハ様のご尊顔を拝見できて嬉しゅうございました。ふう、今の人誰だったんだろう。本当だよ。なんか知ってる風な口聞いてたけど、同じ人来た。アルハ様、本日はエトのために人気の書物をお持ちいたしました。漫画？ご病気の静養で退屈な日々をお過ごしのことでしょう。この書物がアルハ様のお気に召すといいのですが。本か。うん、読んでみる。部屋で本を読むより外に出てほしい、出してほしいな。それってわがままかな。重力使っていこうよ。こんな快活な子がね、こんな閉じ込められてたら大変だよ。まあいいや。アルハ様のご尊顔を拝しまして恐悦至極に存じます。この人って前に会ったことある人かな。人の顔が覚えられないや。な、全部同じ顔だもん。アルハ様は驚くほどに100年前とお姿にお変わりがない。え、あなたは100年前の私を知ってるの。100年前、幼い私をアルハ様は膝に乗せてくださいました。
あの時のアルハ様とお姿に全く変わりがございません。エトの民は長命ですが、成長が止まるという話は聞いたことがありません。もしかすると王族の方だけの特別な現象なのかもしれませんね。100年前の私ってどんな人だったんだろう。全然思い出せない。本当につまんねえ話ばっかり。ああやっと、あこれお月の人じゃない。アルハ様、本日のご公務はこれにて終了にございます。お疲れのことでしょう。この後はお部屋でお休みください。わかったわ、ありがとう。まあ、部屋でずっとこもってるよりはいいよね。このつまんねえ話聞くでもさ。もうこんな時間、寝どころで休もう。こうかな。今日のことを日記に書かなくちゃ。つまんなかったって。アルハ様、おはようございます。うん、本日もアルハ様との謁見を希望する者が数多く参じております。はいはい、行きますよ。どこ、そっちだ。あ、チビがいる。くれぐれもアルハ様に無理をせぬように。彼女は病気で記憶を失ってるのだから。分かってるね、孫ね。あ、おはようございます、おばあちゃま。君は、おばあちゃまって、おばあちゃま、僕です、カイですよ。ご挨拶したのに忘れちゃったんですか？僕寂しいな。ララ。カイ、私って君のおばあちゃんなの？正しくは、僕はアルハ様の後継の後継。現在のエトの王です。血縁関係はないけれど、僕から見てアルハ様は先代の先代だから、だからおばあちゃま、みたいなものかなって。おばあちゃまは100年前に消えた伝説の女王なんだよね。もっとおばあちゃまとおしゃべりしたいけど、これからお仕事でしょ。お体に気をつけてお仕事頑張ってね、おばあちゃま。大丈夫よ、座って話を聞いてるだけだから。はい、後でおしゃべりしましょうね、おばあちゃま。おばあちゃまね、そう言われても意外と嫌じゃないな。あの子、貝が無邪気で可愛いからか、可愛らしいからかな。できればお姉ちゃまの方が嬉しいけど。お姉ちゃま、体を冷やしてしまうから窓を開けないようにね。あれが王なんだね。そっちはいけないから、こっち。誰だお前。え、誰でもない、こっちよね。っていうか、なんで一人で行かせんだろうね。横について歩かないのかな。さあ今日はどんなくだらない話が聞けるんだ。同じやつ何回来んだお前。まあいいや。アルハ様、その後お変わりはございませんか。例えば守護獣の気配など。お、守護獣だと。根っこか。守護獣、守護獣とは王位継承者のにのみ現れる聖なる獣です。カイが連れていた黒いあれのこと？あれがそうならば私にはいないと思う。そうでございますか。いや、お気になさらずに、アルハ様にもいずれは現れましょう。王位継承者には守護獣は必ず現れるものです。女王なのに守護獣がいないって良くないことなのかな。待って、クロウも女王ってことになるぞそれ。てかダスティどこ行ったんだ。エトじゃねえ、 あいつについ、会議についてんのかな。アルハ様、水晶宮についてのご記憶はございますか。水晶宮、うん、覚えてないわ。王のみが足を踏み入れることが許された禁足地でございます。世の半分を滑るという美しい宝物が封じられているんだとか。水晶宮か、100年前の私はそれを見たのかな。はい、3人目は、あれ、ジジイ来た。アルハ様、お体の具合はいかがですか。心配いらないわ、体調はいいって言ってるじゃない。アルハ様の体調に気を配るようにと、カイ様からも仰せつかっておりますもので。ララ。カイ、そう、あの子がね。
あの子は今の王様なんでしょ？まだ小さいのに。ラージ。カイ様は歴代の王の中でも並外れた才をお持ちです。カイ様が即位されるまでエトはしばらく混乱状態でありましたが、カイ様の優れた手腕でエトは瞬く間に立ち直ったのです。マジか。そっか、カイって立派なんだね。私なんか行方不明のままでもよかったのかも。アルハ様、何を。ごめん、答えにくいよね。気にしないで。キセロ、お願い、また話に来てね。私もっとエトのことや自分のことを知りたいの。かしこまりました。よくこいつの名前覚えてたな。もう俺忘れたぞ。キセロかなアルハ様、本日のご公務はこれにて終了でございます。お疲れのことでしょう。あとはお部屋でお休みください。わかったわ、ありがとう。本当に退屈な日々だね。こんなん耐えらんないね。でも貴族っていうのはそうなのかもね。大変だよな。消せくちょ、もらった本はいつ読もう。あの流行りの本ね。ラキレ、アルハ様、おはようございます。シウィ、うん、本日もアルハ様との謁見を希望する者が数多く発散しております。だいたいね3回だからこれ、あれ道分かんなくなった。あれ、ここじゃなかったっけ。ちょっともう早く開けろ。これで終わりでしょう、多分。だってつまんなすぎる。あれ、いつも扉の前にいる、なんだ、なんて読むんだ、人がいないと。こっち行けっつうことね。アルハ様、マイヤー、アルハ様、こちらにお立ち入りになってはいけません。どうして、この先に何があるの。とにかくお戻りください。大聖堂で皆がアルハ様をお待ちです。なるほど、次だな。次でそこ行けるようになるな。ああ、重力使いて、せめて走りたい。さあ、つまんねえ話聞くか。それかなんか面白い人が来るかもしれないね、キーマンが。同じ人だ。まあ、いや、アロハ様、お一人で歩かれるときはお気をつけください。城内といえど危険がないわけではありません。お城の中で危ないことなんてあるの。城内には複雑に通路が張り巡らされております。もしも城内で迷われたり、お疲れになって体調を崩されたり、そのようなことがあっては危のうございますから。そっか、本当は道に迷うくらいこのお城は広いんだ。あー、そっか、そこしか知らないもんな。私が知らないだけで他の通路や部屋がもっといっぱいあるんだ。同じ人来た。もういいよ。アロハ様、暗黒の海の脅威は覚えておられますか。世界の柱のずっとずっと下にある黒い海のこと。さようでございます。その暗黒の海が上昇していることを暗黒の海の脅威と呼び、その防衛策について長年元老院で議論しております。そんな大変なことが。悠長に話し合ってる場合じゃないでしょう。そもそも世界の柱の上端に位置するエトと暗黒の海があるカタンでは時間の流れが全く違うのです。世界の下に行けば行くほど暗黒の海の影響で時間は遅く流れています。だからキトゥンは若いままなのか。エトに脅威が及ぶのは計算上では千年先、遠い未来の話です。そうなんだ。じゃあ大丈夫だね。さようでございます。ご安心ください、アルハ様。でも、もしもエトより下に人が住んでたらどうなるんだろう。やっぱヘキサビルにいた頃の記憶は全くないね。おお、来た。マシーラ、おばあちゃま、お加減はいかが。
大丈夫だよ、心配してくれてありがとうね。よかった、おばあちゃまが元気だと僕も安心だよ。なんだかごめんね、私が頼りなくて。おばあちゃまどうしたの？謁見って言っても私ができることなんてただ話を聞くだけ。おばあちゃま謁見で嫌なお話とかされたの？うん、違うの。こんな楽で簡単な仕事しかしてないのが悪くて。おばあちゃまにとって一番大事なお仕事はね、ご病気を治すことだよ。だから何にも心配しないでね。だとしたらせめて城の外に出て町の様子が見たいな。江戸の民の暮らしを自分で見たり聞いたりしてみたいの。おばあちゃま、今は安静が第一、急がなくていいんだよ。外出はご病気が治ってから。今は我慢もお仕事ですよ。お願い、僕の大切なおばあちゃま。分かったわ、わがまま言ってごめんね。なんか外に出さないようにしてるよな。病気を心配してなのか隠してんのか。アルハ様、本日のご公務はこれにて終了でございます。お部屋で お休みください。で次であの部屋に、あ、夜中に起きるかもね。夜中に起きるか、あそこの人がいないかな。もらった本はいつ読もう。え、本読めっつってる？そういうこと？アルハ様おはようございます。うん、本日もアルハ様との謁見を数多く希望してます。そこじゃなかった。もらった本ね、今は読めないかな。これだろうきっと。違うか、エトの歴史。え、この本すごく古そう。字がかすれてるな。今日はの話を聞いたを届けてもらった。もしかしてこれって誰かの日記かな。続きはダメだ、この先のページは破られてる。何か贈り物をもらったのかな、ちょっと気になる。え、自分のことだろうきっと。おっと、これは謁見の時にもらった本だ。ちょっと読んでみよう。これは小さな塔で暮らす少女の物語。何一つ不自由ない塔の暮らしで少女はある苦悩を抱いていた。少女が何よりも強く欲していたもの、それは自由だったのだ。塔の窓の外に広がる世界を見つめ、少女は自由を夢見ていた。なんだか気になるな、全部ちゃんと読んでみよう。すごい、主人公は一人で塔を飛び出したんだ。勇気あるな、私にはできないかも。続きはどうなるんだろう。うわー、結局主人公って死んじゃうんだ。少女から自由を奪っていたのいたかのように見えた小さな塔であったが、その実塔こそが過酷な外の世界から少女を守っていたのだ。ふーん、なるほどね、切ない悲しい話。でもさ、塔の中で自由を知らないまま死ぬより、もしかすると主人公はそれこれで幸せだったんじゃないかな。確かにね。っていうかキツーの話だよな、今の読んだ2冊とも。さあ、まっすぐいる、あっち塔を飛び出すんだな。っていうか飛び出したんだな、100年前に。行かせてくれ。ダメだ。まさかの4回目。まあ、謁見の話が毎回変わってるからね。お公務に向かってますよ。ドゥーバー、ドゥーバー、すげえな、それだけの仕事か。お前センサーつけりゃいいんじゃね。いや、あいつがセンサーなんだな。アルハ様、覚えておられますか、エトの女王として選ばれた日のことを。え、覚えてない。そうでございますか。アルハ様の場合、歴代の王とは異なる即位のされ方だったようですな。本来は先代の王が崩御されると同時に、元老院の役人たちが、託戦で得た情報をもとに、エトの町の赤子から新たな王を見つけ出し、城へお連れします。そうなんだ、そうやって私は女王になったんだ。さようでございます。ただ先ほども話したように、
アーラ様は例外で大きくお育ちになってから王に選ばれたのです。当時の元老院でも託戦の内容に関して議論があったようですが、当時誰よりもアルハ様ご自身が一番戸惑われたことでしょう。庶民の娘から突然エトの王に選ばれ、人生が一変したんですから。ある日突然ね、その時の私はどんな気持ちだったんだろう。私の家族はもういないんだろうな。100年前のことだもの。同じ人。アルハ様、本日もお変わりなくお過ごしでしょうか。変わらずいつも通りよ。顔を合わせる相手もいつも同じだしね。城の中で顔を合わすのは皆同じものばかり。エトの民と話したいわ。アルハ様のご尊顔を拝せるのは城内でもごく一部のもののみなのです。エトの民は皆健やかに暮らしております。ご心配は無用でございます。エトの民たちはカイ様とアルハ様に感謝しております。感謝か。実感が湧かないな。私何もしてないし。確かにね。王はなんか政治をやってんだろうけどね。祭り事をしてるんだろうけど、キトゥンは何もしてないからな。アルハは。アルハ様、本日はお伺いしたいことがございます。何？私に分かることならいいけど。100年前、アルハ様がお持ちだったはずの装置ですが。装置？赤い水晶でできた伝達用記録装置でございます。ごめんなさい、何のことだかわからないわ。さようでございますか。もしも思い出されたときはぜひお教えください。赤い水晶でできた伝達装置、何のことだろう。なんだろうね。携帯ってことだよね。マイアハ。はい、終わりね。はい、これ寝る前に、これなんか光ってない？寒いと思ったら窓が開いてる。誰かが開けたのかな？ん？ソファーの上に何かある。鍵？どこの鍵だろう？わからないけど一応持っておこう。外見れるじゃん、そっから。ここはいけないよね。この鍵じゃないみたい。あの開かずの間じゃねえの？消せくとは。あの鍵はどこの鍵だろう。よし、行くか。そろそろ飛び出てもいいだろう。おはようございます、アルハ様。おや。うん、ところでこれ見つけたんだけど、どこの鍵か知らない？バカ言うなよ。いえ、申し訳ありませんが存じません。ララ。そう、窓が開いていたからそこから落ちてきたのかな。窓か？それはいけませんね。カイ様より窓を開けぬようにと申し付けられております。冷えた風が入るとアルハ様のお体に触りますから、今後は間違いがないよう一層固く窓を閉ざしておきましょう。そこまでしなくていいのに。あら、床に何かが。あ、続き。何やら本の切れ端のようですね。窓から入り込んだ風で本棚から飛ばされてもしたのでしょう。なんだろう、ちょっと気になる。それちょうだい。よろしいですけど、アルハ様、ご支度の方を。分かってる、支度をするからもう行ってちょうだい。何が書いてあるんだろう。ここだけ読んでも意味はわからないや。どこかにきっと元の本があるはずだよね。暇つぶしに探してみよう。ほら、早くどっか行け。これから秘密のことをやるんだから。いや、この本でしょうよ。ひょっとしてあの紙切れってあの日記の。あ、やっぱり破れたところにぴったり。これで読める。今日は謁見でエトの民から話を聞いた。私が女王になる前に使っていたオルゴールを届けてもらった。祖母の大事な形見、この音色を奏でながら寝物語を聞かせてくれた。聞けば亡き祖母、父母への思いも寂しい日々も癒される。大切なものだから机の引き出しに鍵をかけてしまっておこう。オルゴール？確か部屋の机にも引き出しがあったけど、まさかあの中に？まあそうでしょうね。机？まだ待てって。これ？
違う。中。大事なことを忘れてる。なんでしょうな。え、机って？ここじゃないんだ。これソファーでしょ？机？あ、これか。ん？この引き出し鍵がかかってる。もしかしてあの鍵が使えたりしないかな。開いた。本当にこの中にオルゴールが。でもおかしいな、壊れてるみたい。とりあえず机の上に置いておこう。今度オルゴール誰かが直してくれるかな。うん、何度試しても壊れてる。でも以前どこかでオルゴールの音を聞いたような気が。あれは何だったんだろう。そう、オルゴールを聞いて閉じ込められた節があるよね。じゃあこれまっすぐの部屋にまず行くんじゃなくて、まずはオルゴールだな。オルゴール聞いたらもしかしたら戻るかもしれないよね。なんか目覚めた時にオルゴールの音が聞こえるみたいなことを言いながら目覚めたような気がする。多分そういうことだ。ドゥーバー！ドゥーバー！今日もやってるね、センサー君。で、センサー君とあのアクチュエーター君がいるからね、後ろに2人、多分扉を開ける人。まあいいや。退屈そうなご様子ですね、アルハ様。ええ、退屈だわ。変わり映えのしない毎日ですもの。気晴らしが必要ならば動物などはいかがでしょう。例えば子犬や子猫など。子犬か子猫か、どちらかというと猫が好きかも。猫って気まぐれで何を考えてるかわからないけど、そこが一緒にいて面白いところよね。アルハ様は猫を飼ったことがおありでしたかな。どうなんだろう、なんとなくそんな気がしただけ。では近いうちに愛らしい子猫をお送りしましょう。うん、やっぱりいいや。猫を飼うのはやめておく。なんとなく良くない気がする。さようでございますか。承知いたしました。ぼんやりした記憶だけど、私猫と暮らしてたことがあったような。お、ちょっとは覚えてんな。飼ってたわけじゃねえけどな。守護獣だけどね。おや、そういえば最近キセロを見かけないけど、どうしてるのかしら。キセロ様は元老院の長として多忙を極めておりますので。キセロはどれくらいの間元老院の長をやっているの。確かアルハ様が消息を絶たれた後の就任のはずですから、100年に少し満たぬ期間だと思われます。若かりし頃から才に秀でたお方だったと噂に聞いております。そうそう、確かキセロ様に並ぶ才能の持ち主がもう一人。キセロ様のご友人で名を何と言ったか。その方は確か事故でお亡くなりになったと聞きました。全ては過ぎ去った昔話ですな。昔話か、記憶のない私には今も昔も同じだわ。誰のこと言ってんだろうね。知らない人かな。なんか何もなしにそんなこと言わないよね。お願いがあるんだけど、せめて部屋の窓を開けて外を眺めてもいいかしら。なりません。窓を開ければ冷えた風が吹き込みます。アルハ様のお体に触ります。少しでも構わないから開けてもらえない。息が詰まりそうよ。なりません。カイ様のご命令です。アルハ様の健康状態に細心の注意を払うようきつく言われております。カイ様はアルハ様のことを心配しておいでなのです。私は孫に心配されるおばあちゃんってことね。そうだよ。でも孫もね、心配しすぎだよ。なんか裏がありそうだけどね、カイには。はい、終わりね。さて、オルゴールが治ってるかな。誰か治してくれてねえかな。ダメ。次の日の朝かな。他に変化はないかな。ないね。女王よ、目覚めの時だ。エイリアスが起こしてくれた。あ、オルゴール鳴ってる。
オルゴールが鳴ってる。壊れていたはずじゃ。はい。私この曲を知ってる。え？はい。え？以上。これで？あ、この曲知ってるよ。どうしてだろう、オルゴールの曲を聴くと頭が、私何か大事なことを忘れてるような。誰もいないの？今のは足から聞こえた？あっちって こっちでいいのかな。ダスティいるか。来た。シュイシ、やっぱりここから聞こえる。あ、下に着てるんじゃん、あのいつもの服。行くしかないよね。わあ、だるそう。クローだ。ああ。なんだその格好。お姫様ごっこか。クロー、クロー、ごめんなさいクロー、私ずっと大事なことを忘れている気がしてたの。なのにずっと騙されたままこんな宮殿にたどり着いた時のあの光で意識を失い、それからずいぶん長い間ここにいたが、私は必ずお前が来てくれると信じていた。動かないで、私必ずまた迎えに来る。だから今はここで隠れていて。許さない、絶対に突き止めてみせる。一体誰が何の目的で。逃げるんじゃないんだ。よし、気づかれないように扉を元通りにして。やっとこんなところにクローやダスティーたちがいたなんて。私が100年前に女王だったのが間違いないなら、どうしてこんなことを。シブレラ、お前と私で真相を突き止めよう。行こうダスティー。ファン、重力使える。誰かいる。この声どこかで。え、エイリアスじゃねえの。エイリアスだ。え、あれはアムシロ、キセロニ、それにエイリアス。どうしてあいつがここに。もしかしたら何もかも仕組んだ犯人はエイリアス。いや違うだろう、私に上層を目指せと言ったのもエイリアスだった。とにかく後をつけてみよう、何かわかるかもしれない。気づかれちゃダメね、尾行ね。まさかこのような形で再会するとはな。え？名誉すぎる。まさかこのような形で再会するとはな。この姿の方が君も話しやすいだろう。声が聞こえないよ。心遣い痛み入る。かつて私は愚かな若者だった。年も経ったのだ。事象は変化。の女がだと誠か。入っちゃった。大丈夫。完全ではない。思念の実が下方の町に漏れ出したのだ。そうなんだ。え、あの光ってた謎の女、あれと同じことってこと。100年前お前だけは女王を信じていたな。しかしお前のその姿にはなれん。名を何と呼べばよいやら。今はもうこのエイリアスとしての姿しかないのだ。ならば今はエイリアスと呼ぼう。古き我が友よ。ああ、そういうこと。エイリアスだったんだ、その才があるもう一人死んだやつっていう。女王帰還の知らせを聞いた時、私はついにその時が来たのだと思った。100年前の全ての罪を償う時が。
たとえそうだとしても全て受け入れるつもりであった。年を取ったな、キセロ。私は女王に施された催眠を解く。そしてあの邪悪な王カイから王位を剥奪し、アルハ様を即位させる。カイがお前の策謀に気がつかないわけがない。気をつけろ、キセロ。今さら惜しむような我が命ではない。我は善良な女王を廃し、邪悪な王を擁するような愚かな男だ。そして真の友さえも裏切った。エリアスか、我が命にかけて王の企みを阻止する。力を貸してくれ、友よ。なるほど。あ、鹿だ。僕、内緒話は嫌いだ。うん、カイ様。バルプ。エリアス、エリアス、粉々。ああ、うわあ、キセロ、助けに行かないと。やめて。なんか吐いたぞ。待ってて、すぐ助けるから。あ、なるほどね。これでか。あ、ブラックホールが良かったな。まあいいか。いいよ、調子いい調子いい。ちょっと超強いんだけどこいつら。持てるもんもねえな。いいのか。え、これをやるってこと？お尻かじる虫やだね。勝手。もうだいぶ叩いてるはずなんだけど。よし。お尻はもう一匹。よいしょ。よし、行くぞ、ブラックホール。よいしょ、マイクロブラックホール。あ、ペリーもいける。ペリーやっとか。ペリーン。上か。こいつ勝て。レーザーか。ダメージ食らうんだ。徐々に回復するけど、クライムするんだな。このでかいのやつ痛い。終わり。持てるもんは相変わらずない。あ、こいつからもらえんじゃない。もらえた、ナイス。そのためにいた。痛い、ズームパンチ。よし、空中で掴んで。あと裏か。あ、死んだわ。じゃあこれをくれたお礼に壊してやるか。よし。まあいい。アルハ様、100年前にもう一度戻れるなら私は。お願い、キセロ、喋らないで。創造主ビットよ、どうかアルハ様に導きを。もうすげえ顔の色になってる。創造主？え？今後ろに来たやつかな。狭い世界の、推起すべき価値観が僕たちを縛りつけている。僕と君はとてもよく似ている。ああ、光の全ての断りを変える力、エレクトリシティ。僕はお前に自由を与えてあげる。首都破壊が生み出す輝かしい新世界、そこが僕たちの遊び場だ。エレクトリシティが、うわ、ここは狭間の世界。ああ、これか。もう一人の超越者か。
君の失われたすべてがここにある。ランは全て。あれシドゥ、嘆き。ああエイリアス、あ生き返れんの。クロウ、何があった。シセバクロウ、久しぶりだねクロウ、君を待っていたよ。お前は本来ならば一人の存在であるべき君たちがそれぞれの固有人格を持ち存在している。え、マジ、なんか姉妹とかそういうんだと思ったら同一人物か。クロウとキトゥン、それは予期できぬ危険性を多々はらんだ歪みではあるものの、リソース不足の今となっては、行幸かもしれない。私はお前を知らない。いや、君は僕を知っている。これを見て、サチア。サチア。いろんな名前が出てくる。来るぞ、急げ。この動画見せられてるね、今。エレクリシティね。これは神の日。あ、地上で今こうなってるってこと？七上。ああ、白いネビーが暴れてんだ。すべて今この瞬間の出来事だ。王はエレクトリシティをヘキサビルへ放った。彼女の力は強大だ。王が求めるものが障害の排除ならば、彼女はいともたやすく成し遂げるだろう。お前もゲイドやシアネアと同じなのだな。僕はこの世界の事象に、継ぎはぎを当てることで不具合を隠蔽して回る駒使いみたいなものさ。あいつは今どこにいる。彼女には100年前の出来事を清算してもらわねばならない。ラフティ、ノア、時間がない。先に行くと伝えてくれ。アルファ、いや、キトゥンが真の事故を完成させるまでエレクトリシティを君が止めてくれ。なるほど。久しぶり、キトゥン。シドゥ、本当にシドゥなの？今までどこに？ううん。そんなことはどうでもいい。無事ならそれだけで。残念だけど、俺はここにいるけど、でもどこにもいないんだ。何を言ってるの？またどこかに行くの？創造主が言っただろ。ここは狭間の世界と。創造主ってさっきの男の子のこと？あの子、前でもヘキサビルで私を助けてくれた。彼が創造主だ。あ、超越者だ。この狭間の世界も彼の力で生み出された。これから生まれるもの、今生まれ落ちたもの、すでに失われたもの、その全てが同時に存在し、その全てが実在しない。それがこの狭間の世界だよ。難しいこと言ってはぐらかそうとしないでよ。指導らしくないよ。君はここで君の全てを思い出さなければならない。アルファの記憶を。アルファの記憶？あの退屈な女王としての記憶なんていらないよ。過去と向き合い全てを受け入れるんだ。正しい君自身になるために。その力で道を作り、その足で進めば記憶の扉は開く。100年前のその先でキトゥン、君が来るのを待っているよ。待ってよ、お願いだから勝手にいなくならないで。もう行かないでって言ったのに、いつも勝手だよ、指導は。本当の指導じゃねえよ、それきっと。はい。ということで、今回ここまでしましょう。やっとね、重力操作ができるんで、このパズル面を解いていきましょう。はい。では、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。